対抗期は1965年1月3日から12月26日に NHK で放送された3作目の大河ドラマ。原作は豊臣秀吉の半生を描いた吉川英治の小説新書対抗期。前2作は娯楽時代劇の内容であったが本作品は現代的な視点で歴史を描く歴史ドラマ路線へと転換した。この路線転換には 演出を担当した吉田直也の功績が大きかった。路線転換の最たる例として、第1話の冒頭で前年に開通した、東海道新幹線、名古屋駅、報告神社の実写のシーンから始めたことである。これには視聴者だけでなく NHK の技術スタッフも驚かせた。スター層出演の前2作とはがらりと変わって、メインキャストに新人を抜擢したのも本作品の、 特徴の一つである。これも、吉田の方針であった。吉田は、ドラマ関係の部署に移動して一年余りだが、日本の素顔などドキュメンタリー番組の実績を買われ、初めて大河ドラマの演出を担当した。スタッフも新人だから、役者も新人でということから、主演に深刻劇のホープだった、小形健、小田信長役に、文学座研究生の高橋光二が抜擢された。 秀吉役の選考にあたっては、若くて猿っぽい顔を求め、田中国家やジェリー藤を・藤ジ愛情児が候補に上がった。その後、安藤鶴尾から吉田直也が、深刻劇に猿に似た奴がいるという情報を聞き、吉田はデスク担当者に命じて、京都の撮影所にいたその人物、小形健の写真を撮らせた。その笑顔の写真を、 吉田や脚本を担当したモテギソウス介に見せたところ、これならいけるとして、尾形を秀吉役に決めた。信長役が高橋浩二に決まった過程は、高橋が宮口誠二の車の運転をしているのを知っていた、スタッフの樋口正宏が吉田に紹介したことが最初のきっかけとなった。その後、吉田が高橋を部長会に連れて行き、その際に、 高橋が、信長です。よろしくお願いします。と、大声で挨拶した。それに、大きな拍手が起こり、信長役に決まった。石田三成役には当時慶応義塾、大学在学中だった石坂浩二が起用された。この配役は、頭が良さそうに見えるからと写真だけで判断した。なお、出演にあたっては大学に、 この出演で大学を落第しても文句は言わないという誓約書を提出した。前期の通り、若手中心とした一方で、新人企業は大いに認めるが、中には有名スターを入れたらどうか。前2作に出演した俳優でなく、テレビバージンを出演させろという当時の芸能局長からの指示があり、高峰秀子と美空ひばりに白羽の矢が立てられた。広報は、 秀吉の母、仲役で出演依頼を受け、一度は承諾したものの出演料の期待で折り合いがつかなかったため、出演依頼を断った。なお、ミソラに関しても、全くの論外と話にもならなかったそうである。俳優のギャラを抑えることができたため制作費が浮き、その分大規模なロケーションの収録が可能となった。最初の大規模なロケは、 1965年1月8日から10日間、桶狭間の戦いのシーンを栃木県塩原町で行った。このロケでは、テレビドラマで初めてヘリコプターからの空中撮影が行われ、前年の東京オリンピックの撮影で開発されたヘリコプター自動防振装置が用いられた。また、カメラマンを足軽に紛争させて、合戦の中に入っての撮影も行われた。 このロケに際しては、地元の協力が得られ、消防団員のエキストラへの参加や婦人会の焚き出しが行われた。大規模なロケはその後も3月に、川崎市の夏季を、5月には再び塩原で、長篠の合戦、8月には、長野県飯山市北流湖で、高松城を水攻め、山崎の合戦、静ヶ岳の合戦などの収録が10日間行われた。このうち、 5月と8月のロケでは再度ヘリコプターを撮影に使用した。本能寺の変のシーンの撮影は、世田谷区絹田の国際放映のスタジオを借り、本能寺の本堂、中庭、表門、裏門などの大掛かりなセットを組んだ。新しい技術も多く採用され、信長が自害するシーンでは、ドライアイスを使ったフォグメーカーを使用し、これにより、 白煙に包まれる信長を映し出すことができた。本能寺の編後、残りの十回で秀吉の天下統一としまでが放送されたが、原作では小牧、長久手の戦いで終わっており、本作ではその後をオリジナルストーリーとして描いている。本作品のテーマ音楽の演奏に NHK 交響楽団が起用されたが、NHK の音楽番組以外で登場する最初の事例となった。 また、本作品から初めて総集編が作られ、12月30日31日の2回に分けて放送された。平均視聴率は31.2%、最高視聴率は39.7%を記録した。本作では、第1話を筆頭に事件の舞台となった場所の現況を挿入し、石垣の積み方や武士の放録といった、 当時の習慣の解説を入れたりしたことで、社会化ドラマという信号を生み出した。本能寺の編は、当初8月8日の第32回で放送する予定であった。しかし、高橋浩二の人気で NHK に、信長を殺さないでという当初が相次いだため、10月17日の第42回まで2ヶ月延期された。なお、信長はその後も回想シーンで登場している。 ふとじは現存する第42話の出演者その他、浦部久美子、久米明、あきら、一郎、若宮中三郎、厚見み国体特記がない限りウェブサイト、NHK クロニクルの NHK 番組表ヒストリーで確認。本能寺の変を題材にした第42話、本能寺が現存しており、NHK 思い出クラブに黎明期の大河ドラマ編、大好期として DVD 販売されている。 テレビ開局記念番組での石田三成役の石坂工二のコメントによると、この回は室内で火を焚くことができず、フィルムで撮影したため残ったとのことであるが、実際に保管されている媒体は放送局用ビデオテープである。いずれにしても放送局用ビデオテープが非常に高価で大型だった時代でもあり、テープは放送終了後に消去されて他の番組に利用されたため、 本番組の素材もほとんど消去されたものの、第42話は放送されたバージョンと、コンクール出品用に再編集されたバージョンの2種類が、現存している。残存している第42話には、秀吉と信長の出会い、桶狭間合戦、秀吉の稲葉山城でのおし給室、安土桃山城追記が改装シーンとして、挿入されている。桶狭間合戦については制作現場を撮影した。 映像と当該シーンも残存している。なお、2008年に主演の尾形健が亡くなった際、NHK のニュースにおいて唯一現存する第42話にないはずの秀吉と年齢が戯れるシーンが紹介されていた。また、本作品の美術を取り上げたネットワーク NHK スタジオ筆余剰が保存番組に登録されている。ありがとうございます。